私の知り合いにもですね、日本人ですよ。アメリカ国民じゃないですよ。グリーンカードも持ってないですよ。だけど、えー、いや、藤井さん、俺、アメリカ大統領選挙で投票してきたよって人がいまして。えー、そんなことできるのって言ドライバーズラアクセンスだけ見したら投票させてくれましたよ。もうカリフォルニア州の話ですけどね。そういうところもあるんですよ。ですから、それこそ、郵便投票なんてやったらば、どんなインチキを行われるか、わからないわけですよね。 それで、オバマが最近ですね、またですね、えー、偉そうにですね、えー、このジョン・ルイスさんという会員議員が亡くなって、の人はまあ、あの、えー、公民権運動で活躍された方なんですけれども、そこでですね、えーえー、今で、あの、連邦政府がの送り込んだ警官隊がサイリ眠ガスや警棒で平和的なデモ参加者を攻撃するとかですね、えー、とんでもないことを言ってるね。そして、えーえー、平和な人種差別抗議デモ、 参加者に対する連邦政府の不当な扱い、トランプ大統領と共和党が力を入れて取り組んでいる、えー、大統領選で投票する権利の封じ込めとかですね、おけわかなこと言ってますね。えー、で、これ全くあの事実無根、うん、で、えー、ありましてですね、えー、そもそも、お 平和的なデモって言いますけど、平和的なデモがですね、人種差別に抗議する、平和的なデモがですね、弾圧されたことはアメリカではですね、トランプ政権により弾圧されたことも、これはありません、えー。平和的デモじゃなくて、ボートになってですね、略,略奪法か暴行をしているから、違法行為で、これはテロリズムですから、それが取り締まられてるだけで、そういったものを野放しにするということはですね、まさに社会の平安そのもの、 えー、安定そのもののね、基礎を打ち崩し、こテロリスト側に立ってる言葉ですよね。もう、思わんっていうのは、まあ、そういう人だということですね。えー、それから、この、例えば、今、投票法について、投票の方法についてもですね、郵便投票でいいんじゃないかとかですね、あるいは、あの、このコロナ騒ぎのこともあるんで、投票所に行かないで、 民間人が票をまとめてですね、郵便投票みたいに、郵便投票でもなくてですね、まとめて持ってきちゃって投票していいんじゃないかとか、そういうデタラメのことを,を,を通そうとしてるんですね、アメリカの民主党っていうのはね。で、これとんでもないことで、もうアメリカではですね、すでにもう2016年だけじゃないんです。それ以前から、特に民主党がですね、選挙委員会を、あの、 牛耳ってるところではですね、それこそアメリカ市民権のない人まで事前登録してる、してない。アメリカでは、ウォーターズレジストレーションがいります投あの。投票するためには、えー。日本みたいにですね、住民登録してるところに,とにですね、人が全部自動的に投票できるわけではありません。と教科書では教わるんですけど、そんなの嘘ですね。えー、で、事前の有権者登録をしてなくても、はっきりとアメリカ国民でなくても、 行ってそこで投票できちゃうような非常に、まあ、インチキ投票が横行するような投票所っていうのもいっぱいあるんですよ。特に民主党が多いところです。ええ。だからそれをもう厳しく取り締まらなきゃいけないんですけれども、2016年にも相当あった。もう現場の人の意見でもですね、それ以前の選挙でですね、もう、あの、バスに乗って団体観光客みたいにですね、いっぱい連れてきてですね、中には違法,違法入国して働いてるような、違法、題材外国人にまで投票させていたという証言ももう出てます。 ええ。で、ええ、私の知り合いにもですね、日本人ですよ。アメリカ国民じゃないですよ。ええ、グリーンカードも持ってないですよ。だけど、ええ、いや、藤井さん、俺、アメリカ大統領選挙で投票してきたよって人がいまして。ええ、そんなことできるのってドライバーズライクンスだけ見せたらとととあの、投票させてくれましたよ。もうカリフォルニア州の話ですけどね。そういうところもあるんですよ。ですから、こそれこそ、郵便投票なんてやったらば、その、どんなインチキを行われるか、わからないわけですよね。 ですから、これはちゃんと言って人物確認をして一人一人、それで投票するっていうのは、当然のことだと思いますけれども、それがあたかもデモクラシーに反するようなことを言っている、オバマさんっていうのは全く、これは民主政治の根幹である選挙というものをですね、破壊しようとしている、そういう立場に立つ人だな、ということがですね、まあ、よくわかるわけであります。 で、よくオバマなんかも言ってますけども、それから民主党系の人がですね、トランプ大統領はですね、分裂、国民を分裂させたとかですね、この分裂させた国民をですね、逃亡しようとしてないとか、そういう呼びかけしてないとか言っておりますけど、全くの嘘っぱちですね。えー、相変わらず日本のマスコミもあ、アメリカのマスコミも本当のことを言いませんが、7月3日にトランプ大統領は、まあ、独立記念日の前の晩でありますけど、あの、ラッシュモア山のふもとで、 独立記記念念日の記念公演を行いましたその内容で実にあの立派なものでありました。ラシモア山でご存知のように、ワシントン、ジェファーソン、それからセボダル・ルーズベルトとリンカーンの4人の大統領のね、勘ですね、えー、山頂のですね、えー、この岩石に彫刻してあるというので有名なところなんですけども、えー、そこで、 えー、トランプが人種問題を供養してるとか国民を分断してるとかいうのは全く嘘です。分断したのはオバマさんなんですね。オバマさんの時にはあんまり分断がひどくなっちゃったもんだから、それを修復するために、えー、トランプ大統領が、あの、特に草の根、ね、星の人たちの、あの、支持を得て選ばれてきたということで、えー、あります。で、えー、これ、ラシモアザンのね、 え、演説ですね。まあ、長い演説ですけども、トランプはこのワシントンとかジェファーソンとか、リンカン、セオダールズベルトのですね、業績というものを非常に手短ですけども、子供に語るようにですね、優しく述べてですね、そしてこうも言ったわけです。人種問題に関して。我々はマーチン・ルーサー・キング・ジュニア、牧師が見たようにアメリカを見ることを子供たちに再び教えるべきである。 彼は将来のあらゆる世代が継承する、いわば約束手形にアメリカの建国者たちが署名したと述べていると。これはまあ独立宣言のことなんですが、キング牧師は正義という使命のために我々は建国の理念を完全に支持する必要があると確信していた。キング牧師は同胞に向け、自分たちが受け継いだ遺産を引き裂くのではなく、その可能性を従前に追求せよと呼びかけたのであると。 まあ、いうことで、えー、あります、えー。ということはですね、このお、この、まあ、独立宣言っていうのは、まあ、あら,あらゆる人間はですね、まあ、神の、によってですね、平等に作られているんだということをですね、あ言ったわけですけども、す、え、べ、ー、ての人間は生まれながらにして平等であるというのが、まあ、アメリカ独立宣言の、おそれを支える精神っていうか、その主な趣旨の一つであります。 じゃあ、その時はですね、その時は黒人奴隷もいましたっていうことなんですよね。それから、まあ、移民の間にも差別はあったでしょう。というか、まあ、植民地、イギリス植民地ですから、イギリスの本国と、からアメリカの植民地の人たちの間にも差別があったということなんですが、それが徐々に解消されてきて、今日のアメリカに至っている。えー、そして、えー、この、キン有名なキング牧師ですけど、キング牧師の精神を、 一番大事なものだって、商用してる、それを称賛して、キング牧師の精神を継ぐべきだと言ってるのはトランプ大統領なんですよ。みそれ知ってましたこれ。そして、ブラックライムズマターの連中なんていうのは、まあ人にもよるでしょうけど、ブラックライムズマターとかアンティファの連中ってのは、キング牧師否定派なんですよ。ご、ご存知でしたかキングさんは白人と黒人の平等を訴えた。平等じゃなくて、今、ブラックライムズマターなんだから、白人は劣等重視して俺たちに悪いことをやったんだと。 白人が白人だけあるだけで悪いんだと。そういう考え方ですから、平等に反対なんですよ。だから、キング牧師が言ったのは、独立宣言がある。アメリカが独立したと。その精神で、今もやっていくことによって、独立精神、独立宣言の精神を今実現化することによって、そして人種差別を解消していこうと。アメリカという国家、アメリカのデモクラシーの枠内で、 その正義を実現していこうって言ったんで、アメリカを否定したんじゃないんですよね。アメリカはまさに肯定してるわけです。その時は人種差別もあった。しかしそれは徐々に解消してきて、しかしまだ不十分だ。独立宣言の精神、これを本当に100%実現する、その方向性で今のアメリカの民主政治の枠組みを大事にしながら、その精神を大事にしながら問題を解決していこうじゃないか。やがて人種肌の色とは、 関係ない。それが全く平等な社会を作るのが我々の理想だと。それがアメリカの理想だと。だからアメリカの理想の線に沿って、アメリカの保守とか革新の人たちは分裂するんじゃなくて、アメリカのまさにその建国の精神に沿って、その枠、その流れの中で、その枠組みの中で人種差別も解消できるし、してきたし、これからもしていくべきなんだと。 ということを言ったわけです。ですから、アメリカ主義というものと、理想主義というものと、それから、その、前進主義といいますか、少しずつ事態を改善していこうという考え方とか、一致したのがキング牧師だったんですねで。その根幹は何かといえば、キリスト教信仰なんですよねで。そういうものを全面的にトランプ大統領は肯定している。 で、アンティファの連中なんか、アンチキング牧師です。キング牧師の言葉を読んだらですね、もうそれをたちまちですね、あの、彼らはそれを否定してくる。そういったことがあの行われてるわけですね。ですから、あの、で、そういったブラックライブズマターの連,なんかの連中のそういう暴力主義をあったかも支持するようなことを平気でオバマさんは言っていると。あデモクラシーを、こアメリカンデモクラシーを否定するもんですね。ですから、それを、 もしアメリカが独立できてなかったらどうでしょうかアメリカが独立できてなかったら当然奴隷制も、のプレイ解放とかですね、人種差別解消もはるかに遅れていたでしょう。これは南北戦争の時にイギリスがですね、南部を支持していたっていうことからよくわかります。南部は農業国家で、イギリス、工業国家イギリスのライバルになりませんから、 もうそういう遅れた、今で言えば資源輸出国である南部、食料を作ったり、綿花を作って、その綿花をですね、イギリスに輸出してきてくれる。で、それは世界の工場であるイギリスが加工して、繊維製品にして、またアメリカに売りつける。そういう植民地と本国との関係を維持できるっていうことがイギリスにとってはいいことだったんで、北部が負けて、負けて南部が勝つように。そして、そういう植民地、地内のアメリカが復活するようにと。 経済関係においてそれがイギリスの望んだことですねですからイギリス植民主義のままだったのが黒人奴隷解放なんてさらに遅れたには違いないわけですまあ、南北戦争で北部が勝つことによって南部の奴隷解放も徐々にですけどもまあ、進んでいったということですねちなみに、えー、オバマさんは民主党ですフリントンさんも民主党ですけど 民主党ってどういう党かっていうと、あの黒人差別で有名な KKK、クークラックスクラン、あのメンバーは全部民主党員ですよ、皆さん。南部は、えー、南北戦争で負けました。で、北部で勝ったのはリンカーン、共和党です。共和党ってどういう党ですかっていうと、これは奴隷制をなくすためにできた党なんです。ですからリンカーンのような人が出たんです。リ、共和党から出た初めての大統領がリンカーンです。 ですから、共和党は保守だっていうけど、人種差別反対じゃないんですよ。人種差別はじめから奴隷制解放支持なんです。そして、えー、その共和党の主力の北部にですね、林、え、間、ー、ンン大統領のもとで南部負けてしまいましたから、共和党には絶対入りたくないっていうことで、南部はですね、長いこと民主党一党支配でした。 最も保守的な、そして、まあ、保守という言葉も使うのも良くないですけど、最も頑固な人種差別主義者たち、白人の、この人たちは、KKK に入っている人たちは、みんな民主党員でした。みんな民主党支持者でした。で、これが民主党の歴史です。で、戦後ですね、まあ、あこれ、ジョンソン政権の時に公民権運動の時に、えー、急にうま終止害しまして、逆に黒人の支持をですね、取り付けることによって、 えー、サバイバルしようということで、えー、リベラルな立場を取るようになった人が多いんですけども、えー、え、未だにあの、バイデンさんの元のお友達なんかで、KKK のメンバーだったというい方々がいらっしゃるわけですよね。えー、昔のもう亡くなりになった方でもね。えー、ですから、バイデンさんもそういう人だということなんですよ。民主党ってそういう偽善的な異常に、え、党だっていうことを、まあ、これも覚えておいていいんじゃないかと思います。 ね、だから、オバマさんのそういう甘いといいますかですね、偽善的な外交、まあ、そういったも、偽善外交だから、国連は、と、おですね、うまくやっていくような外交をやっていたと。しかし、その感じですねチ、チャイナの、このお、帝国主義国内におけるですね、人権弾圧はますます、えー、ひどくなりですね、アメリカからの知的窃盗もひどくなり、えー、そして、えー、ロシアにはですね、クリミア半島を取られですね、もう、お全くですね、そして、まあ、 イランやですね、それから北朝鮮の核開発も着々と進んでしまったと。そういうことをやっていたのがオバマの格好付きの平和外交であったと。だからまあある意味でそのね、付けを今はアメリカは払わなきゃいけないんで、トランプ,トランプさんがですね、もうあの頑張ってると、トランプ外交が厳しい態度を取らなきゃいけないということになってきてるわけですね。本当にオバマという人は国益を売る、もう売国的な大統領であったと。 思います。